アーサーシ,ッシスは南オーストラリア州アデレード出身のオートバイレーサー。現在はレッドブル KTM ラジオチームから世界選手権元3クラスに参戦している。シ,ッシスはアデレード北方 40km のツーウェールズという小さな町で成長した。9歳の時にジュニアモトクロスを始める。2008年と2009年にオーストラリアンアンダーマイナス16。 インディビジュアルスピードウェイチャンピオンシップのタイトルを獲得する。2010年は最終戦でタイトルを逃し2位となった。その後、ロードレースに転向し、レッドブルモートジッピールーキーズカップに参戦する。圧戦での6位が最高で、ランキング13位でシーズンを終えた。翌2011年は3勝を挙げ、ロレンツォ・バルダスサーリに次ぐランキング2位でシーズンを終えた。その年史質は、 世界選手権へのデビューを果たす。アプリリア RS125R を買って、マレーシアグランプリ 125cc クラスに参戦、予選は30位、決勝は20位であった。2012年、シシスは、レッドブル KTM アジョに加わり元3クラスに参戦する。開幕戦ロサイルでは、予選9位、スタート直後2位に浮上したが、結局7位でゴールした。 その年の最高成績は、第16戦のフィリップアイランドにおける3位であった。このレースは接戦となり、4位のアレックス・リンスとの差は0.054秒であった。これは、資質にとって初の表彰台であった。ありがとうございます。